デルガルト、闇にうごめく者の新しい情報って？なぜかこの会議に参加している彼女に関係があるんですか？やあリズ、お邪魔してるし。そうよリシティア、彼女も私たちと同じ、彼らによって運命をねじ曲げられた者の一人というわけよ。そんな、待ってください。ってことはハピの噂って真実、奴らの実験によって得た力なんですか？そうだよ。もしかして信じてなかった？ええ、根も葉もない話だと思ってました。他人と関わりたくなくて自分で流した嘘か、誰かが嫌がらせで広めた妄言かと。嫌がらせだったら相当ひどいじゃん。でも信じてないってちょっと嬉しいね。それで本題に入っていいかしら？あなたはついてこられている？ええ、問題ないわ。ハピの事情も多少は知ってるしね。それなら話は早いわね。説明を続けるわ。ハピを捕らえていた者の名はコルネリア。かつて王国の宮廷魔導士だった人物よ。調べによると彼女は闇にうごめく者の一人だったらしいのだけれど、すでに王国軍によって撃たれている。国王への反逆を企てたとしてね。本当に死んでいるんですか？身代わりを置いて逃げ延びた可能性も。そこは王国軍の腕を信頼するしかないわね。直接確かめる術はないもの。まあそれでおばさんが昔拠点にしてた場所を見つけて、何か残ってないか調べようって話になったんだよ。ハピの証言から推測して、コルネリアが拠点にしていた場所の一つが王国の中西部にあると睨んだの。戦線がそこまで北上した今、ようやく調査できる。なるほど。ハピが仲間になってから結構経つのに、なんで今頃と思ったんですが、そういう事情で今この時なんですね。わかりました。で、私は何をすればいいの？敵が現れた時の護衛役？それとも私のこの力にも何か関係してくるのかしら？今のところは護衛役の方ね。でも何かがわかる可能性もある。無駄足に終わることさえあり得るけれど、あなたの力も貸してちょうだい。いいわよ、もちろん。あなたのことも守らなきゃいけないし。そういえばヒューベルトはどうしたの？この手の話には必ず顔を出してたのに。いろいろと問題が起こっていてね。忙しいのよ。さあ行くわ。さっさと片付けてしまいましょう。私たちを未だ苛む闇を打ち払うために。ここがハピの証言から割り出した場所よ。何かがあるといいんだけど。怪しいですね。明らかに彼らに痕跡があります。侵入者だと？消せ！間違いないね。ハピ、昔ここにいたことあるし。これが要点よ。
ていなさい。私に任せといて。よし、片付けに行くわ。やっちゃうよ。よいと。必ず攻め落とすわ。敵が突然襲ってくるかもしれないよ。警戒して進みましょう。邪魔ですか。さあ、ちょっとどこに何があったかな。全然覚えてない。負けるか。予定通り行くわよ。任せてください。やってみせます。やっちゃうよ。ここを攻めるよ。ため息ついているかな。壊れちゃいそうだし、ダメだよね。見ていなさい。私の出番です。ちょっと分断された。悪いけど開けさせてもらう。全力で攻め落とすわよ。負けませんよ。よっと、邪魔だ。まだだぜ。あ、この部屋懐かしいじゃん。よっと、記録とか残ってないかな。ハピの紋章の力を増幅する、変容させる。なんかいろいろ痛い目にあったんだよね。痛い目って平気そうに言うよね。気分は大丈夫なの？トップに気になるところはないですね。これが傭兵よ。邪魔よ。そのようなもので
救出を急ぎましょう。やっちゃうよ。はいはい、任せといて。任せて、やってみせます。やっちゃうよ。はいはい、任せといて。任せなさい。ってこれで終わりよ。叩き切るぞ。あの未来のために何かつながりを見つけられたらいいんだけれど、まだ捜索していない部屋がありますね。行ってみましょう。私に任せといて。さあ、予定通り行くわよ。私の、はっ、えっ、任せてください。やってみせます。私に任せといてよ。はっ、閉じ込められたまで救出を急ぎましょう。任せてください。やってみせます。予定通り行くわよ。私の、必ず攻め落とすわ。死んでも文句言わないでよ。
私の出番？任せなさい。やっちゃうよ。はいはい、任せといて。私に任せといて。よし、片付け。任せてください。やってみせます。来ない感じ。見ていなさい。次行こうか。攻め落とすわ。閉じ込められたの？仕方ない、やってやるわ。ほとんど見て回りましたね。他には何かないでしょうか。やっちゃうよ。一緒。今何か使えなかった？あっちの方。その意味だね。ぐっと強くなった感覚があるわね。やっちゃうよ。それじゃあ行こう。
ビの入ったことない場所じゃん。この空気、球場の地下に似ているわね。どれだけの人が犠牲に。同盟でも帝国でも、ここ王国でも、彼らの悪行はとどまることを知らない。なぜ仕掛けが動いた。まさか我らの同胞が。邪魔よ。よし、片付けに行くわ。見ていなさい。私の出番ですね。やっ、納車しませんよ。邪魔ですか。何が目的かわからぬが、覚えておけ。目的？いや、それなら口にするはずもないわ。見つけたものを回収して外に出ましょう。詳しい調査はヒューベルトに引き継ぐわ。してますから。思ってたより何もなかったね。意外と心にも来なかったし。ガーティーとリズはそうでもないみたいじゃん。そんなことはないわ。あなたほどではないけれど、私も平気よ。エーデルガルト、虚勢を張る必要なんてないんじゃないですか。私は正直最悪な気分です。あんたもでしょ。ハピの心が強すぎるんですよ。そうね、過去の悪夢を掘り起こされた気分よ。この拠点は今はほとんど動いていなかったようだけれど、コルネリアの生前にはさぞ多くの人が鎖につながれ、実験台に。あなたたちも似たような目に遭ってきたのよね。なんというか、命があってこうして一緒に戦えてよかったと思うわ。ただ運が良かっただけですよ。あるいはただ運が悪かっただけ。そしたらさっさと帰ろっか。敵の仲間がまた現れちゃうかもしれないし。ええ、そうね、それがいいわ。帰って美味しいものでも食べて気分を切り替えたらどう？美味しいもの？つまり甘いものですか？仕方ありませんね、付き合いましょう。甘いもの？もちろんそれでもいいけど。
そうと決まれば急ぎましょう。この4人でお茶会ですね。エーデルガルトもハピもいいですか？ええ、もちろんよ。ハピもいいよ。なんだか珍しい並びじゃんね。リズとガーティーはいつもお茶会してる気もするけど。え？そうですか？エーデルガルトと一番お茶会をしてるのはモニカだと思いますが。そう？リシティアの方が多くない？あとはフェルディナントに付き合わされたり。それを言うなら君も相当じゃん。ガーティーのお気に入りって言われてるし。なんだか散々な言われようね。それではまるで私が一日中お茶会をしているみたいじゃないの。したりないって。ガーティーはもっとお茶会した方がいいよ。いっつも働いてるじゃん。そうよね。逆にハピは仕事をした方がいいし、リシティアは甘いものを。何ですかあんた。私は別に甘いお菓子なんて、お菓子なんて。ハピはハピのようにしてるのも仕事なんだから、ガーティーと比べないでよ。いいえ、どっちも事実でしょ。私は譲らないわよ。そういうことを言うんですね。それならあなたの分のお菓子ももらっちゃいますよ。危な、ため息つきそうだったし。本当におかしいわね、あなたたち。あなたたちのような仲間がいて、私は本当に心強いと思うの。釈然としない話だけど、エーデルガルト、あなたが笑ってくれるならそれでいいわ。